ポーツ振興の助成事業を紹介するスポーツ&スマイル。今回は障害者スポーツのお話です。ゴールボールという競技をご存知ですか？目隠しをした1チーム3人のプレイヤーが鈴が入ったボールを投球し、ゴールを狙うスポーツです。第二次大戦後の、目に障害を持った、兵士の方、あるいは民間の方のリハのプログラムでやられたということで、ドイツとオーストラリアで始められたっていうのがゴールボールの始まりですね。パラリンピックで陸上、水泳、視覚障害の方出れる競技ありますけど、球技は唯一これだけなんですね。男子日本代表の伊藤雅俊選手にゴールボールの魅力について聞きました。見えない状態でもボールの鈴の音を聞きながら、それだけで、随時ゲームとかの試合の流れとか、そのボールの音だけで環境とかをこう見極めますので、そういったところをこう皆さんにどういうふうにこうやってるのかっていうのを見てもらえたらいいと思うんですけども。ボールの重さは 1.25 キロもあります。女子日本代表の小宮雅恵さんは、ハードですね。でもやればやるほどこう自分が強くなることが分かるので、視覚障害者の人に広めることも一つなんですけど、一般の方々にゴールボールを知ってもらうことによって、視覚障害者の方がこういうスポーツもあるんだっていうので、世界を目指すきっかけになってくれればいいなと思って。そしてもう一つ、冬の青空の下、視覚障害者の方々が10キロマラソンなどに挑戦するロードレースをご紹介しましょう。視覚障害者とともに走ろうをスローガンに掲げ、今年はおよそ1700人のランナーが参加しました。もっとやっぱりその視覚障害者が走れるっていうことを社会に啓蒙しなきゃいけない、変えたいっていう思いから、日本文字マラソン協会ができたっていう経過があります。パラリンピックマラソン金メダリストも10キロの部に参加。伴走者はなんと小学生です。走っていいなと思った時はもう素晴らしい仲間がいっぱいできてですね、人生もガラリと変わってですね、走る前に比べてもう何十倍も何百倍も世界が大きくなりました。ちょっと緊張しましたけど、完走できてよかったです。子供とちょっとだけ練習して、今日このいい天気に、一緒にロープで走れたことでとっても満足してます。全部完走できてよかったです。互いの呼吸に耳を澄ませ、心を一つにしてゴールを目指す。誰もが皆勝利者です。